やばい、二度寝したせいで遅れそう。マジで榊原うぜえよな。今度あいつのカバン隠してやろうぜ。てか今からやりに行こうぜ。いいね。すみません、そこ開けてもらってもいいですか。なんだてめえ、五十嵐にどけっつってんのか。いい度胸してんな姉ちゃん。いや、そこ通りたいだけです。他んとこ通ればいいだろ。てか何持ってんだよ。やめてください。はぁ、こんなもんこうしてやるよ。コンパクトになってよかったな。めんどくせえから行くぞ。あ、お姉ちゃん大丈夫？なんか白杖が壊れちゃって。大丈夫ですか？予備が家にあるんで平気です。ホームまでご案内しますね。ありがとうございます。おい、これ、はい、お前のハンカチだろ。あ、ありがとうございます。じゃあ行きましょう。はい、今日は白杖について学んでいきます。つまんねえな、サボろうぜ。行こう行こう。白杖とは目が見えない人や弱視者といって目が見えにくい人が使用するもので。おい、五十嵐行こうぜ。ああ、先行ってて。らしくねえな。使用してる人にとっては命の次に大事なものです。そうだったのか。お腹すいたなあ。お、この前の、ん？よいしょ。何やってるのよあんた。あ、私のカバン盗もうとしたわよね。いや、してねえよ。ちょっと誰か警察を呼んでちょうだい。ちょっと待てよ。何事ですか。このチンピラが私のカバンを盗もうとしたのよ。本当ですか。ちげえっつってんだろ。こんな見た目のやつ泥棒に違いないじゃない。お兄ちゃん、事務室まで来てもらおうか。ふざけんなよ。ちょっといいですか。はい。え、その人の話聞いてあげてください。そいつは盗もうとした犯罪者よ。私は小3の時から視力がだんだん落ちてきて、今はほとんど見えてません。え、やっぱりか。見えないからって何なのよ。こいつはね、私のカバンを盗もうとしたのよ。だからそうじゃねえって。人を見た目だけで判断してませんか。人は見えるもので何でも決めすぎです。着ている服や髪型だけでその人のことを分かった気になってませんか。そんなことないわよ。私から見たその人はそんな悪い人には見えません。お兄ちゃん、なんで人のカバンを触ったんですか。カバンで遮ってたんだよ、点字ブロックを。え、悪情のやつがつまずいたら危ねえと思ってよ。そうだったんですね。チューン。ありがとう、五十嵐くん。なんで名前を。声聞いたらすぐ分かったの、前にぶつかった人だって。こないだは俺のダチが、ごめんなさい。金はバイトして返すから。そんなのいいよ。その代わりホームまで案内して。おう。え、黄色い展示ブロックの内側にお下がりください。じゃあ今日はマックにしよう。いいけど、この前も食わなかったか。おいしいからいいじゃん。あ、ちょっと段差あるぞ。うん。おい、隣にいるやつは誰だ。お父さん。あ、五十嵐って言います。なんだそのだらしない髪は。服装もチャラチャラしやがって。うちの娘に触るな。お父さんやめて、五十嵐はいい人だよ。ふざけるな。障害を持ったこの子をこんなやつに任せられるか。お父さん、俺もっと頑張ってタクポヨにふさわしい男になるんで。気安くお父さんと呼ぶなクソガキだ。タクポヨ非常。五十嵐。タクポヨ。五十嵐、目が覚めたの？大丈夫？タクポヨ。え？好きです。ありがとう。私、表情や仕草がわからないから、言葉で言ってもらえると、すっごく嬉しい。治ったら、マック行こうな。うん。